過去から来た男、人類の祖先。 YouTube 始めます。 TikTok をちょっと6月ぐらいにやり始めて、フォロワー数もまあまあ3万人ぐらいなんですけど、増えてきたところで、ほんまはもっと増えてきたところで YouTube をちょっとやり始めたかったんですけど、ちょっとまあ一刻も早くやりたいっていうことで YouTube 始めます。で、 YouTube 名は祖先で良ければ力になります。まあ、YouTube の内容とリンクするところがあって、現代人で、悩み不満、困ってること、やりたいこと、行きたいところ、夢、いろいろあると思います。その悩みから希望まで、いろんなことがあると思うんですけど、それの力になりたいと思って、この YouTube を始めました。で、自己紹介としては、一応過去から来ました。祖先自体も実はちっちゃい頃から片親で育ってきて、まあ、片親の人やったら分かると思うんですけど、シングルマザーやったんですけど、お母さんがずっと働きに出るんで、家に一人でいるんですよ、基本的には。で、一人で晩ご飯食べて、で、土日もお母さんだけなので、収入もその分少ないんで、普通の人より働きに出ることが親が多かったんで、土日家族で出かけたりもなかったですし、運動を一緒にしたりとかっていうお母さんなんであんまりなかったんで、なんかそういう子っていっぱいおると思うんですよ。僕もそうやったし、僕の周りもそういう家庭環境の子が結構多かったんで、そういう人っていっぱいいると思うんですよ。で、そういう子の力になりたいなって思って TikTok からやり始めたっていう感じで、まあ、それがメインなんですけど、それだけだとやっぱ子供が対象になるんですけど、大人になってからもいろんな悩みとか我慢することとか、やりたいことあるけどなかなかできひんなっていうのがあると思うんですよ。特に今コロナやし、なんか人と何かしたいなと思ってもなかなか誘いにくかったり、人間関係のコミュニケーションを切ってきている大人もいるんで、だから対象は子供だけにせず、もう子供、大人、おじいちゃん、おばあちゃん、誰でもいいです。条件は現代人、何でも力になります。 YouTube、にコメントでもいいですし、インスタに DM、 これが一番確認しやすいです。インスタに DM が、 TikTok にコメントでもいいです。で、まずは大阪限定でお願いします。ちょっと力になりたいんですけど、力になるのもお金がかかるんですよ。今現時点で登録者数もいません。 TikTok の収益もないです。なので最初は自腹でやります。ただ YouTube で収益化できたり、スポンサーの方がついてきてくれたりしたら、使えるお金も増えてくるんで、そうなったら日本全国に行きます。日本全国にいる困ってる現代人のところに行って力になります。約束します。なのでチャンネル登録お願いします。現代人の皆さんに絶対に還元するんで、そういう目的でやってるんで、すごい住みやすい現代にしたいです。いろんなことがあります。いじめとか、なんかネットで悪口とか、大人になっても子供になってもいろんなあります。コロナっていうのもあるけど、いい現代にしたいんで、皆さんぜひ一緒に作り上げてください。お願いします。どんどんコメントとかください。お願いします。現代ってええやん。